みんなアイドル経験者じゃないですか。なかなか一つの舞台に不安は思うんです。特に一番最後のシーンがエモい、もっとお尻突き出してみたいな、胸見せてみたいな、ちょっとボケようとそうな。はい、ビューティーハニー久井でハニー役の名西ティです。ハニーちゃんはですね、すごいやっぱセクシーなんですけれども、それプラス可愛さだったりピュアさだったりがすごい大事になってくると思うので、そのピュアな部分を大切にしていきたいと思います。よろしくお願いします。ジャンパーハニー山形さつき役の佐藤ひなたです。今回はオリジナル舞台オリジナルキャラクターということで、また舞台らしいキューティーハニーにもなっていると思いますし、おのおの持っている武器が違うんですけど、その武器の名前がそれぞれの役名に基づいた名前になっていたり、細かいところもすごくこだわっている作品だと思いますので、何度も見て咀嚼して楽しんでいただけたらいいなと思います。スイーツハニー天木弥生役の斎場瑞希です。今回はキューティーハニーエモーショナルという作品名なんですけど、エモーショナルっていう言葉にとてもふさわしいアクションもあって、歌もあって、ダンスもあって、そして私たちの中で生まれるこのエモーショナルな感じをすごく感じていただける作品になってるんじゃないかなって思っています。頑張ります。よろしくお願いします。サイバーハニー水崎琴美役のコナメリンです。今回私自身初めての舞台で、いろいろ右も左も上も下もわからない状態でみんなに助けてもらってばかりなんですけど、ね、舞台初舞台ということで稽古も初めてだし、もう全てが初めてということで、結構みんなにね、なんか用語とか教えてもらったり。何は何だろう、マルチソルね、マルチソルだわ、めっちゃ混ざってるね、マルチソルだったり、ね、いろんな用語とかね教えてもらったり、なんか、まあ、すごい不安な部分もたくさんあったんですけど、結構みんなが助けてくれて、一緒に力にみんなで頑張ろうって、すごくいい関係を築けて、いい舞台ができそうです。葉月マリーラブリーハニー役の平塚ひなです。私は今回殺陣をやるのが、舞台やるので初めてなんですけど、もうその稽古の時点からもうたくさんのキャストの方にいろんなことを教えてもらって、私はちょっと年齢が下の方だったので、こうお姉さんのようにこう皆さんからもいろんなことを教えてもらって、ここまで稽古をやってきました。なんかその今回は全員が女性キャストなので、なんかその女の子だけでこう作られる雰囲気とか空間とかをすごい皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思います。そうですね、やっぱ変身シーンはすごい楽しみにしていてほしいというか、そうだね、それしか言えないですよ。もう、ま、なんかもう全てがネタバレになっちゃうちょっと言葉を選び、本当の早着替えになるので、そこもちょっと不安ではあるんですけど、絶対にちゃんと変身してもう全公演成功させたいと思います。最後のシーンはこの5人の力がちょっと集まって、もう本当に一番最後のシーンがエモい、このエモーショナルにぴったりなシーンになってると思うので、最後まで見逃さずに。あとはキューティーハニーといったらあの曲っていう曲もやるの で、なんかそこもあのお客様と一緒に振り付けとかも楽しんでいただきます。なんかダンスの先生にもっとセクシーに踊ってって毎回言われました。なんかもっとお尻突き出してみたいな、胸見せてみたいなちょっとボケようとそうなって言われました。シルエットがすごい分かるので、もっとお尻をギュッととかは頑張りましたね。腰が痛くなりそうなぐらいギュッと出しました。結構アクションの部分は毎回ブラッシュアップの稽古があって、こう手がこう毎回変わったりとか、もっと良くなるために結構このきっかけを変えようとか、すごくアクション数がとても多いと思うので、
うん、それは結構初めての方もたくさんいますし、結構みんな足の方気をつけながらです。結構ダンサーとか段差が階段が多かったりするのでとにかく怪我のないように気をつけようと、それぞれ本当に武器が全く違うので、なんかそこもなんかこの武器とこの武器の戦いとか、なんかえこれとこれで勝てるかなみたいな、ほこみたいな見てて思うかもしれないですけど、私たち5人はすごく強いので最初はやっぱりその元々あるキャラクターだからこそどうしたら近づけるんだろうっていうのにすごくちょっと悩んだりした時もあったんですけど、すごいやっていくうちに、あ、ハニーちゃんだったらこうするかなとかいうのがなんとなく自分の中で分かってきて、でみんなもすごいなんか美技とかも、私この中でも一番年齢が上なので美技ってどうやったら出せるんだろうっていうのもあったんですけど、もう見てる子みんながめっちゃピュアだよ、目がみたいなするので、そこは安心して今日もピュアさ全開でいきたいと思います。本当に見どころたっぷりで、アクションシーン、ダンスシーン、そしてお話も本当に面白いですし、やっぱりたくさんの原作ファンの方がいらっしゃると思うので、その方たちにもちゃんとエモいと思ってもらえて、舞台キューティーハニーのファンもたくさん作れたらいいなと思っております。本当一つの舞台でこんなになんかみんなアイドル経験者じゃないですか、なかなか一つの舞台でふわふわみんなの人数なんかすらずきに最後の過去の話連発に NLB って言えることっていうのもなかなかないと思うので、本当みんなでね、やっぱ今までアイドル時代経験してきたことをバッと出していけたらいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。